こんばんは。なんか前髪がワカメみたい。なんだろう、前髪がなんかふわふわしてる。まあいいや。こんばんは、皆さん元気ですか？私はなんか私は元気だけど元気じゃない。なんて言うんだろう、元気です。なんか久しぶりにサブレットから配信してるんですけど、なんかあれこんなんだったっけって感じですね今。あ、久しぶりじゃないや、4日ぶりぐらい。なんかなんか本当に前髪が私じゃないみたい。なんでですかね。なんか前髪やばいですよね。なんでだろう。今日はなんだか明るい。なんでだろう、ライトかな。あと今日はなんか肌の調子が良きに見えますね。うん、なんかまあいいや、こんな感じです。朝起きたらなんか下の一部の色だけすごい変わってて、なんでだろうと思ったら皮がめくれてたんですよ多分。わかんないけど、なんか一部だけめちゃくちゃピンクになってて、皮表皮みたいな部分がめくれてたっぽくて、めっちゃ痛いんですよ今。喋れないぐらい、喋れるんですけど痛い。そう、ラジオは誰につなぐかはちょっとめっちゃ迷ってますね。あの私本当にあのメンバー、そうなんかそうなんですよね、ちょっとなんか実は中坂も私に本当は最初回そうって、なんか声かけてきてて、でもなんかその時はちょっと、そう私家族実家暮らしなので、そう家族がいっぱいいて家族がいるから、ちょっと朝の7時にやるとちょっと家族のなんか目覚ましとかが入っちゃうなと思ってちょっと断ったんですよね。でもなんかゆっちからも声かけてくれたから、なんかもう断っちゃいけない状況なのかなと思っていいよって言ったんですよ。だからなんか2人とも候補が私だったんですよ。つまり私はもう次誰を候補にしたらいいか分かんなくて、そう、まあ、なのであのもしかしたら10期になるかもしれないです。あっつ、アイロン足にぶつけちゃった、いた今日リップ赤いっていうかなんかオレンジですね、まあ、朝早いのでね結構人は選ぶ。耳がよく見える、そうですね、耳がよく見えます。めっちゃ今アイロンめっちゃ足に当てちゃった、あっつ、つけっぱなしじゃないですよアイロン別に。やけどしなかった、なんかちゃんと加工してあるやつなので大丈夫でした。そう、前に一回ガチでやけどしたことあるんですよ。そう、その時はあのなんかフルで鉄板だったんですよ周りのやつが。
この中の部分に当てたみたいな、汚い、中の部分に当てたみたいな感じだったんですよ。でしかもそれがおでこだったからあの火傷したんですけど、大丈夫です、これだったら多分。めっちゃ痛かった、お腹が。皆さん夜ご飯何ですか、何でしたか。危ないんですけど、結局ここになんか配信の横にあると便利、使っちゃう。冷麦って何ですか。あ、そうめんのカラフルなやつみたいな。うどん、吉野家ドリア、カレー、ハヤシライス、冷ややっこ、焼きそば、アジの開き、カニ、焼き鮭、冷やしゃぶ、サラダうどん、餃子、鶏肉、とんちゃん、そうめんの、あ、ラーメン、お刺身と焼肉、お刺身と焼肉、冬瓜汁。冬瓜って一年中食べれるんですか。焼肉定食、カツオのたたき、焼き鮭、寿司。あ、そうめんより細いのが冷麦。あ、なるほど。厚切り牛タンを、いいな、牛タン食べたい、牛タンを食べたい。私はちょうどなんか牛タン見たんですよ、今日。厚切り牛タンの写真見て食べたいなと思ったんですよ。いいな、牛タン大好き。のお肉食べました。あー、確かに今日肉の日だ。私もお肉でした。だからかな、お肉でした。サバ、プロテイン、チャーハン。冷麦が太くてそうめんが、あ、そうなんだ。オムカレー、いいな、牛タン食べたくなっちゃった。牛の舌は大人になったら受け付けなくなった。逆です、私。なんか、まあ、もともとちっちゃい頃からタン好きなんですけど、そう、牛タンが好きなんですけど、一番好きなお肉の部位は。でもなんか年を重ねるごとにカルビとかみたいな脂身が多い肉、お肉がめちゃくちゃ胃に来るようになりました。なんだっけ、胃もたれするようになりました。なんかそう、年を取るにつれてどんどん胃もたれするようになりました。そう、だから脂身が多いお肉より少ないお肉の方が好き。食べたんですけどね、でも牛タンが好きです、一番。薄い牛タンが好き。胃腸が弱いわけじゃないですよね、別に。なんか脂身って重いなって思いました。わかんない、なんか牛タンから食べて脂身に入ったらちょうどいいのかもしれないけど、なんか脂身連続で来るときつくないですかっていうやつですね。牛タン大好き。もう牛タンしか勝たんなんですよ。そう、よく噛んで食べます、食べてます。そう、噛んだらカロリーがなくなるらしいです。なんかお寿司屋さんもなんか白身から食べていくじゃないですか。だからなんか牛タンも焼肉屋さんに行ったら一番最初に牛タンから食べるじゃないですか、普通は。やっぱりなんかタンパクのもの、タンパクっていうかなんかなんていうんですかね、油みたいなのが少ない場所から
やっぱり食べた方がいいのかな。お寿司屋さんもなんか白身から赤身みたいな味が濃くなる方に行くじゃないですか。そういうことなのかな。あ、身がタレの味になっちゃうから、あ、そういうことなんだ。普通になんか胃に優しいとかじゃないんだ。光物、あ、そう、光物。私はサーモンが好き。サーモンは白身、サーモンが一番好きで、サーモンとトロサーモンが好きで、あと、あ、でもネギトロも好きだし、なんか普通のマグロはなんか食べ過ぎて、ちっちゃい頃にマグロ好きだったんですよ、ずっと。だからなんかマグロ、なんかマグロ食べ過ぎて、なんか逆に普通になっちゃった。炙りサーモン好きですね。サーモン全部好きです。オニオンサーモンみたいな食べたことないけど好きです。適当なこと言っちゃった。あ、あのアボカド食べれないです、普通に。そう、サーモンバジル、そう、食べたことないんですよ。そう、サーモンバジル未知なんですよ、私。一生巡り合えない、巡り合わないです、私。なんかだったらイカが好き。あ、でもイカも好きですね。そうで、あとは、あ、そう、イカは絶対食べるけど、タコはもう食べないし、あ、卵が好き、卵が好きです。納豆巻き、あ、納豆巻き、あ、ちっちゃい頃めっちゃ食べてましたね、確かに。鉄火巻きとかキュウリ巻きとかもちっちゃい頃は食べて、なんかもう食べなくなっちゃいましたね。なんかサーモンが美味しいんですよ、やっぱり。そう、なんかマグロは、なんか赤身オンリーのマグロはちょっとなんか、なんていうんですかね、なんか生々しい味がするなと思って気づいちゃったんですよ。そう、でもなんか、あ、そう、中トロとかなんかはなんか脂身があるから逆に食べれるんですよ。そう、そういうのありませんか。なんかまろやかだから食べれるのかな。あ、なんか、はい、好きです。そう、なんか、そうなんですよね。まあ、単刀直入に言うと鉄の味がするっていう話なんですけど、そう、なんか、なんでだろう、なんで、まあ、そう、ここめっちゃ赤いんですよ。なんか肌荒れちゃってずっと治んない。ここめっちゃ荒れてる。回転寿司でポテトとか食べる？食べない、食べないです。なんか、あ、ラーメンは食べます。ラーメンは食べますね。私マスクなのかな。でもなんか薬塗っても治んないんですよ。諦めました。ポテトは食べない。茶碗蒸しは食べます。めっちゃ茶碗蒸し好きですね。でも熱いですよね、茶碗蒸しって。茶碗蒸しって熱いですよね。だからなんかちょっと、あの、好きなんですけど熱すぎるなって。デザートとかはなんか一回みんなで、あの、ケーキの結構な大人数で行った時があったんですよ。キャさんとかサーヤとか、あの、なりたいもだし、そう、結構な人数で行った時があったんですけど、その時はなんか気分がハイになってたので食べました。でもなんか普段はあんまり食べないかもしれない。そう、お肉のお寿司好き。でもなんかハンバーグとかたまにあるじゃないですか。
ハンバーグとか食べたことないんですよ。あ、20日達成。まさかの20日連続配信中。びっくり。コーンマヨ、あー、なんかちっちゃい頃は食べました。88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 
明日で3週間すごい、こんなに続いたのは久しぶりだ。8888888888って書いてる、みんな名古屋が好きなんですね。8888、なんか漢字の8ってめっちゃ名古屋って感じしますね。80、すごい、なんかもう888で、ね、コメントが止まってしまった。なん、そう、名古屋のなんか師匠8ですよね。なんで8なんだろう。そういえばなんか疑問に思ったことなかった、なんで8なんだろう。え、名古屋8丸8、徳川家が強引として使用した丸に八の字に由来し、名古屋市の師匠として決議しました。なんかすごい難しい。あ、私が青蛾に出た日が丸八の日なんですね。なるほど。あ、知ってますよ、あの88、あのコメントでパチパチを8って書くのは知ってますよね。末広がりかと思った。そう、なんか尾張徳川家がの印、そう、八丸くんですよね、ゆるキャラも。なるほど。みんな名古屋城行ったことありますか？私は行ったことはあります。犬山城も行った。8888グランパスも8。へえ、グランパスくん。エレベーター完備。え、名古屋1回しか行ったことない、ぜひ来てください。あ、9時58分、スクショタイムします。3、2、3、2、1、パシャ。ということで皆さん、本日はショールームをご覧いただき誠にありがとうございました。明日は7時からショールームをコラボでやるので、ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。そう、見に来てくださったら嬉しいです。朝です、朝の7時。皆さんぜひ通知をオンにしてくださった、え、通知鳴るのかな、私通知の音オフにしてるからわかんない。ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。ということで皆さん、おやすみなさい。明日は日曜日、サザエさんですね。おやすみなさい、バイバイ。
まだ59分だった。おやすみなさい。バイバイ。